こんにちは、にじこです。風さんから踊ってみた動画来ましたね。いや、もうびっくりした。昨日もう何のそんな情報もなくいきなり見たら、あれ風さんだから一瞬思うんだよね。これ誰かの踊ってみた動画かなってやっぱり思っちゃうんだよね。うん。そしたらご本人の藤井風の Damn 踊ってみたのに見たのにどういうことねえ、もう本当にこういうの嬉しいですよね。慎吾さんと一緒にね、ああこうやって一緒に練習してたんだと思って、うん。で英語タイトルも Me trying to dance to them by 藤井風 Bat で、なんかへの字口の顔絵文字があってね、うん。クリンジってなんだっけ、カッコクリンジって書いてある。もうなんかね、面白いですね、本当に風さんはね。でコメントがまた昨日1時間で10万回再生ぐらいになってたかな。で今13時間で29万回再生になってて、でもコメント欄も英語がいっぱい、英語じゃない言語もあるかな、うん。でこの昨日一番に見たコメントが、海外の人が風は天才だけどクレイジーすぎてついていけないって言っててマジ笑ったっていうコメントに私も笑ったんだけどやっぱりね、どこの国の人でも感じることは一緒なんだなと思って、うん。でもね、天才だけどクレイジー、いやもうだから面白いですよね。もう紙一重、紙一重って言うとちょっと表現が違うかな。でももうだから魅力的なんですよね。もう何をするかわからないみたいな、もういつも予想を裏切られて、いい意味でね、うん。最高ですよね、本当に。よくぞこの地球にお越しくださいました藤井風様って感じです、うん。でね、私もまた1分そこそこのこの動画で100枚強のスクショをしてしまいました。はい、もう抑えられませんでした。いいショットがいっぱいあると思いますよ、はい、うん。で最初の方ね、ちょっとなんかこの慎吾さんと振り付けが全然違うんだけど、これは自由でっていうことなのかな、うん。まあそして慎吾さんがさすがですね、もうキレッキレで動きがもうピキピキしてて、さすがですね、うん。そして風さんは大きいなってでっかいなってのも感じましたね。笑顔でぴょんぴょんしてね、かわいいね、うん。これはパナスタまでに覚えといてということでしょうかなんてね、勝手に解釈しちゃったりしたんですけど、うん。ね、でまあ行かれない方もね、いらっしゃるけども、でも配信ね、あるかな、あってほしいよね、うん。そして家でもね、一緒に踊れるみたいになったら楽しいですよね、うん。そう、そしてね、昨日私別所哲也さんも大好きなんだけど、別所さんがまた叫んでましたね、ツイッターで。カジー、カズチンはどこにおるの、てっちん踊ってるよってもう本当にね、てっちんも可愛らしい人ですよね、うん。東京モーニングのツイッターでデアンをね聞いてたみたいで、そして思わず踊る別所、ワンコーラスぐらいひたすら踊っていたので一部抜粋って面白いね。そしたらそこに風さんが会いたいよって泣きべそ書いてる絵文字とともに、いやこのツイート嬉しいですよね。もうてっちんもカジーって嬉しいってもう大喜びしたでしょうね、目に浮かぶようですね、うん。いいな、こういうやり取りをこう見るのもね、私たちにとってもなんか嬉しいですよね、うん。てっちんはね、てっちんと風さんは最初は2020年の12月が最初だったんですよね。てっちんがとにかく風愛がすごくて、風ちんっていつも言ってて、そしたらあまりにも風愛がすごいっていうんで、風さんがサプライズでね、突然
あのスタジオに行ったんですよね、うん、まあ、あの時のてっちんがね乙女でね、もう本当にその時の様子を私もレポしてますけど、よかったらあの聞いてみてください。2020年12月だからかなり最初の方にやってると思うんですけど、うん、晴れたら貼っとこうかなでその次が2022年の3月28日2回目、これも突然ね。でもう2回とも風さんはちゃんとあのグッズを持っていくんですよね、お土産に T シャツとかパーカーとかね。でまたてっちんが大喜びでね、なんかほんとてっちんも可愛いね、ほんと赤ちゃんみたいはい、そしてね、そうそう、ドコモの CM あのご覧になった方結構多いみたいだけど、どうです、ご覧になりました？私今ホテルなんですけど、昨日はねもうぼーっとね、とにかくテレビつけっぱなしにしといたんですよ。そしたらね3回ぐらい見ましたね、うん、なんかテレビの内容は番組はほとんど見てないんだけど、あの、あー私に会えてってなんかかかったら、あっあっってなって反応するみたいなうん、でねパン屋さんがね、TBS の昼帯の11時25分頃流れてたって、昼帯でね流れて提供してんのかもっていうのとか、ナッキーさんも TBS よくかかりますよとかね、あと楓さんは、うん、目覚ましとかミヤネ屋、出川さんの充電旅などで見ましたということでね、だからやっぱりいろんな局で見れるってことですよね。私もね TBS じゃなかったよ昨日見たの、うん、提供番組に会社名がなくてもタイム CM といって指定の時間に放送される枠があるそうです。ほうほうほうね、ということで、まあ、どこに出てくるか、神出鬼没な風様ね、これはテレビをね、垂れ流しっていうかテレビをやっぱりつけておかないとね見れませんからね。でも面白いですよね、 CM って普通なんかカットしたりね、 CM カット機能がついてたりする、録画なんかもあったりするぐらい CM ってカットしたいものっていう割と世の中的に認識だと思ったら、 CM 見たさにテレビ見る新しい、もう風さんはいろいろ覆すね、うん、だってねもう本当にあの CM もう私は全部で4回見たのかな、もうあのはにかんだ笑顔とね横顔とね歌声、最後の素晴らしいっていうあのささやきのような、もうこれはねやられるでしょう。もうこれ見てねまた新たにあの風ファンもうダダ増えですよねえ、でそうまたね、ごめんなさい間違えちゃった、ごめんなさい皆さん、あのごめんなさい、そしてありがとうございます。今回の振り付けはシンゴさんです。この左のニューヨークシティという T シャツを着てるシンゴさんですね。ちへさんもちえさんもそしてじゅんさんもありがとうございます。じゅんさん、うん、ダイムの振り付けにザ・クイックスタイルは参加してないです、シンゴさんのみです、はい、ありがとうございます、でシンゴさんね、シンゴさんすごい人なんだね。シンゴさんは1985年生まれの37歳、広島県出身、ダンスに定評のある三浦大知くんのダンサーズなんですね。そうなんですね、宇宙人も大知くんのバックダンサーを務めるほどハイスペックなメンバーさんたちです。なんと奥様もダンサーで、星野源さんの恋ダンス、あれね一世を風靡した椎名林檎さん、パフュームのバックダンサーを務めるほどの方だそうです。すごすぎます、すごい。キラリの MV で風さんが慎吾さんのことを、教え方がめちゃくちゃうまくてすごく楽しくやれましたと言ってましたね。ズッツさんも慎吾さんを教えるのがとてもうまい、初めて本格的にダンスレッスンを開始しておよそ1ヶ月ちょい、撮影が始まるその瞬間まで風にダンス魂を注入してくださいました、超感謝と語っていましたよねって。そうですね、そんなのそうでしたね、ズッツさんがね、うん、いきなりここで風さん中学生の風さん、うん、あれあれちょっと待って、今消えちゃったよ、あれ どこ行ったっけな、
そうそうそう、それで、風さんやズズさんの壮大な信頼を受けてのオファーだったのでしょう。やっぱり風さんの周りにはすごい方がいらっしゃいますね、ということでね。そうなんですね、すごいね。うん、で、慎吾さん、さらにね、海外のダンスバトルやコンテストなどで多数の受賞歴を持つ一方、審査員などもされていると。三浦大知くんが広島にすごいダンサーがいると噂を聞きつけてスカウト。はあ、そうだったんですね。これがきっかけとなって東京進出したそうです。なんとリオ五輪のリオオリンピックの開会式の閉会式のパフォーマンスにはご夫婦で出演したそうです。すごいすごい。へえ、でも風さんの YouTube では楽しそう、優しい人柄も垣間見えますねって。ほんとほんと、もう風さんの周りは素敵な人しかいないね。うん、でチャムさんから、藤井風テレビね、前回の鹿児島で放映されたということで、今度は名古屋テレビで10月8日土曜日、15日土曜日深夜2時半から愛知、岐阜、三重で見れるそうですよね。ありがとうございます。それからなんかビリー・ジョエルの伝説のなんか映画のこともお知らせしてくださってます。ちょっと詳しくはコメント欄をご覧ください。もう私のコメント欄、皆さん本当にね、素晴らしい情報いっぱいくださってるんでね、もうお宝です。皆さんコメント欄も要チェケラです。はい、でね、ともこさん、ダンスはあまりに縛られ、あまり振りに縛られず、風さんらしくな感じしましたね。本当にね、私も初めは決めてる自分だけど、うまくいかず理想通りにいかないけど、いつかあんたにたどり着くから、自由に解放して自分を抱きしめてって、うまくいかない自分も愛してって、ダンスからすごく温かさやパワー感じましたね。私もメッセージ感じました。にじこさんの解説本当にそうだなって。ライトワーカーなのかな、メッセンジャーですか、なんか本当に自分を愛さないとって気づかされます。私もいっぱい執着して苦しいことあるから、まずは解放して自分を大切にしなきゃとって。うんね、ここでライトワーカーって言葉が出たんだけど、そしたらくしくも昨日ね、まあ、別な方からね DM もらったんですよ。すごい長い DM をいただきまして、風さんはライトワーカーではないかと、そんな話をぜひしてほしいというリクエストをいただいたので、ちょっと私の見解で勝手に話してみようかなと思います。あの、私ライトワーカーっていう言葉は今まで言ったことない気がするんだけど、というか基本私あんまりそのスピリチュアル用語みたいなのは使わないようにしてるんですよ。だって意味わかんないじゃないですか。だからあのライトワーカーって、ライト、光のワーカー、仕事人だから、要は光に導く人みたいな、そんな意味なんですよね。で今そういう人がいっぱいいて、でなんなら私もライトワーカーだと最近もう認めました、自分で。だってそういうことしてるんでね。そうなんですよ。で YouTube なんか見ると、ライトワーカーって調べると、ライトワーカーとはとか、ライトワーカーに当てはまるチェック項目とか、なんかそんなの出てくるんで面白いかと思うんですけども、そのいろんなね、で要はね、その風さんはその歌で一貫してその執着とか余計なしがらみとか、そういう生きづらいものから解放されてね、本当の自分生きようよ、ハイヤーセルフ、内なる神とつながってね、ちゃんと自分を今を一生懸命生きようって、過去や未来に憂うことなく今を一生懸命生きよう、でハイヤーセルフの言葉をちゃんと受け取ってみたいなことをね、私に会えてよかったっていうのは、まさにハイヤーセルフに出会えてよかった、言葉をキャッチできてよかったみたいなね、そういうことだと思うんですよ。で風さんはその歌でね、いつもね伝えてみんなを光に導いてる人だと思うんです。だから風さんももちろんライトワーカーだと私はずっと思ってました。で今そういう人がたくさんいて、風さんは歌で今は導く人でも、今後はまた歌以外にもいろんなことで、とにかくもう風さんという存在そのものがもう光に導いてる感じがするんですよね。私
もう私ね、あの萌えを聞いた時にね、萌えよがリリースされた時に、前にも話したと思うんだけど、もうねファルコンみたいな大きな竜の先頭に風さんが乗って、行けみたいにやってて、その後ろにあの風民がブワーッと乗ってるんですよ。でみんなそこについて導かれていくみたいな、そういう絵が浮かんじゃってね、まさにそんな感じでこう人々を導いていく、軽やかにね、そういう人だなと思うんですよね。だって何にもお説教するわけでもなく、何か訴えるわけでもなく、本当に存在と歌と、あとポロッという本当にそんなに難しい言葉じゃなく、伝える言葉、メッセージ、あったかいメッセージ、それに私たちはとてもインスパイアされて、気持ちが、意識が変わって、意識変わってること方いっぱいいると思うんですよね、風さんに出会ってね、うん、だからまさしくライトワーカー中のライトワーカーですよね。で他にも例えば絵を描く人とかね、例えば俳優さん、アクター、女優さん、俳優さんとか、そういう表現者としてそこで目覚めさせる人もいたり、そういう役者さんもいるじゃないですか、うん、私キキキリンさんなんかもそんな人じゃないかなという気がするし、あと、誰だろう、今パッと浮かばないな、いらっしゃると思いますよね、で、さまざまいて、それでなんかおこがましいですが、私は話すことでこうそういうね、まあちょっと本当おこがましくてすいません、気づきをね起こしていけたらいいなって、少しでも光の方に気づいていけ行ってくれたらいいなっていう思いでやってるんですね。でまあこんな話はしたことなかったんですけど、まあ私はもう長年、10年近く人様の相談に乗ったり、カウンセラーとか、あとちょっとスピリチュアルなこととか、とにかくやっぱり一貫して思っていたのは、みんなが目覚めて、言葉でそんな風に思ってなかったけど、光の方に行くこと、生きづらさからこう解放されて本当の自分を生きるようになること、そこを目指していたんですね、もう無意識にね。そういうことを自分ももがきながら、そんなことをずっとやってきていて、で今はコンサルタントとして、その悩み相談だけではなくて、その人が本来行くべき道に導いていくみたいな、ちょっとすいませんね、おこがましくて、そんなことを、一応お仕事としてやってるんですね、でその実際会ってっていうのも難しいじゃないですか。だから実はですね、こっそりオンラインサロンを始めてまして、私9月20日から始まってるんですよ、実は。で本当に今もう すごく少ないんですけども、本当に少数精鋭で、なんかがっつりこう相談にお答えしたりとか、ライブ配信でとか、ちょっとしたメッセージを送ったりとか、そんなことをねしたいなと思って始めたんですけど、早速今度ライブ配信をやろうと思っているので、もし気になる方がいたら、私のオンラインサロンちょっとチェックだけでもしてみてください。でやっぱり本当に今もう本気で、もうこのままでは嫌だ私って思ってる人ってね、いっぱいいるんですよね。でそういう人は今殻を破りかけてるとこだと思うんですよ、ヒナが。でそこで私はその殻をもうちょっとコンコンとやって、破りやすくして、無事こう世の中に出るみたいなね、ひよこちゃんが殻を割って、そんなことをしているんです、実は、でなんでこういうことをで、私の周りに実はねそういう人いっぱいいるんですよ、ライトワーカーだらけなんです、私の周りはね。そうで、なんでねこの話をずっとしなかったかっていうと、
なんか YouTube ではご法度って勝手に私思ってたんですよね。なんでご法度にしてたのかなって勝手に私もその決めてたんですよ。ここは風さんのことを喋るところだからとか、それ誰が決めたんですかって話で、ね、だからちょうどそのライトワーカーってお二人の方から来たんで、これはもうなんか話すってことかなと思ってちょっと今回話しちゃいましたけども、うん、はい、なんかもうね本当に目覚めの時、本当に本当の自分で生きる時、年齢も立場もなんていうのかな、そういう性別とか人種とか何にも関係なく、本当に自分が生きたいように生きられる時代が本当に来たと思ってるんです私、うん、だからそちらにね早く行けるようにっていう、そんな風に思って活動しております。はいはいはい、ちょっとなんか自分のこと話しちゃってごめんなさいね。だから風さんは間違いなくライトワーカーですね、うん、まあそういう言い方はあえてしないんですけど、本当に人々をなんかこう例えば若い人もうなんか生きる意味わかんなくなっちゃったみたいなね、まあ、若い人に限らずですよ、そういう人いるじゃないですかいっぱい。そういう人にこう光を差す、あ、なんかもうちょっと生きてみようかなっていう気持ちにさせる、そんな人ですよね風さんはね。そしてこのままでいいのかな、なんか毎日平穏って言えば平穏だけど、でもこのままで本当にいいのかな、なんか忘れてる気がするみたいな、そんな状況の人もきっといるはずなんですよね。でそんな人にもそろそろ次行く時だよっていうのを、やっぱり風さんの歌を聴いてるとそこに気づかされて、そして行動していくって方もいっぱいいらっしゃるんですよね、うん、同じ曲を聴いてもその人の立場によってはって思うところはそれぞれなんですよね。いや本当にすごいと思いますよ、うん、本当にすごいと思う。私も本当に風さんのおかげでどれだけ助けられたか、うん、本当にだから毎日感謝なんです、うん、はい。で以前ね、どっか行っちゃったかな、また別の日に紹介しよう、まあそういうことで、はい。でね、またこんなのもいただきましたよ。みわさん、にじこさん、私も風さんの CM 見れました。たまたま録画していた番組の中で流れたので繰り返し見られます。嬉しい。話は変わりますが、先日次男のフィアーズでの家族との顔合わせがありました。そこで彼女に、お母さん風さんのファンなんですよね、私もファンです、パナスタも妹と行くし楽譜もいくつか持ってますと言われました。なんということ、今までリアルの風友さんが周りにいなかったのにこんなところにいたとはと嬉しくなりました。すごいもう、こう未来のお嫁さんですよね。もう最高ですね、最高じゃないですか。もう嫁衆と問題何もありませんね最高ねえ。パナスタ、私は行けないけど話が聞けると思うと嬉しくなりました。風さんの話題で彼女との距離もぐっと縮まったようなね、それは縮まりますよね。もう完全に個人的な話を書いてしまいました。いいんですよいいんですよ。にじこさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。これからもついていきます。ありがとうございます。いや、よかったですね。もう最高ですね。もう楽しみですね。なんかもうお嫁さんっていうか、もう風友さんみたいな、風友仲間、風ファン仲間ね。いいですね、最高。はい、ありがとうございます。それからチピさん、にじこさん、私もまだ CM 見れてませんそっか、 NHK 見がちだからかな。そうそう、それは永遠に見られませんよ私もそうだったけどうん、グレース、タイトルも曲も素敵ですね。なんか大空に向かって両手を広げたくなるような、私に会えてよかったというところが今流れてる曲の中で一番好きです。そうそう、やっぱりね、ここが響くって人多いのはね、結局ね、潜在的に分かってるからだと思いますよ。私に会えてよかった、要はハイアーセルフの存在に気づけてよかったってことだと思うんですよね。だからね、みんなここが響くんでしょうね。なんか心に来るんでしょうね、ぐっとね。うん、
昨日は愛犬の命日で、今年は夫が天国へ行ってしまったので、一人でその日を迎える私のために、愛犬が私を取り囲むようなオーブで現れてくれました。動画で映したのですが、オーブというより光のベールのようなものが私の周りにずっとくっついていました。色はブルーから黄緑に変わるんです。その朝、大型ゴミに夫のものをたくさん今までありがとうと言って出しました。それから夕方買い物に出かけ、衝動買いして新しいスマホのケースと来年の日記帳、毎年同じものを使っているのですが、それを思い出して買いました。私は新しい私に会えた気がしてならないのです。帰ったらベランダに久しぶりに鳥が来て、私に向かって何か伝えるように泣きました。部屋に入ると2日ほどいた愛犬のブルーのオーブは跡形もなく消えていました。安心してくれたのかな。風さんのグレース聞いて心も体もすごく軽くなったんです。長くなってごめんなさい。いえ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 、もうね、本当に素敵なお話。旦那様今年お亡くなりになってね、もう悲しいショックなことですよね。それで愛犬、亡くなった愛犬がオーブのような光で現れてくれたって、だから心配したのかもね。ママ大丈夫って、うん。で旦那様のものをね、ゴミを全部出して、そしてスマホケースとか手帳とかね、新たに買って、新しい私に会えた気がしてならない。もうそこでね、気分一新してるんですよね、チビさん。うん、やっぱり亡くなった人のものって残しておきたいものも、それは思い出のものはあるでしょうけど、でもいっぱいあると、そこにそれこそ執着が残るじゃないですか。だからいっそ全部処分してしまうっていう、それはなんか薄情なように見えるかもしれないけど、実はそうではなくて、むしろあちらに行った方はその方が嬉しいと思ってるみたいですね。早く自分のね、人生をちゃんと生きてって、そっちの方が嬉しいから。自分がいなくなったことで悲しんでるっていうのが一番悲しいんでね。で、物を捨てるということで、その旦那様へのその思いもね、その悲しい思いとか、いろんな執着っていうか、悲しい思いがね、一緒に売買できるじゃないですか。そうなんですよ、物とともにね。で、新しいものを迎えた。もうここでね、意識が、チビさんの意識が、さあ次に行こうってなったわけですよ。で、鳥さんが来てくれたっていうのは、もしかしたら旦那様かもね。うん、安心したよって来てくれたのかもね。うん、それでワンコちゃんもね、安心して、ああもういなくても大丈夫だねって言って、また帰っていったのかもね。うん、素敵なお話です。うんね、もうチピさんはまだまだこの地球でやることがいっぱいあるから、いっぱい楽しんでくださいね。それが何よりの、本当にあちらに帰られた方の喜ぶことだから、うん、もう私はそう固く信じてます。うん、はい、ということで今日もありがとうございました。もう本当にいつも皆さんのコメントがね、もう読みたすぎてね、でも全部読めなくて本当ごめんなさいね。素敵なコメントばっかりなんでね、いっぱい読みたいんだけど、まだ読もうと思ってストックしてあるやつもあるんですよ。だから突然昔のやつ読むかもしれない。本当にありがとうございました。ではまた。